はい、ご覧いただきどうもありがとうございます。ベーシストの和佐田です。本日はベースのジョイントプレートを弾き比べということで、ジョイントプレートを変えることによって音が変わるという、違いをですね、検証してまいります。実は先日ですね、ベースのブリッジを変えると音が変わるというのを検証した動画を出してみたところ、なかなか好評をいただきまして、自分でもですね、やっていて楽しかったので、調子に乗りまして第2弾ということで、今度はジョイントプレートでお送りいたします。まずジョイントプレートは何かと言いますと、これです。ベースのですね、ネックとボディをつなぐ部分にくっついているもの、これはですね、いわゆるデタッチャブルネックという、でネックとボディをネジ止めしてあるタイプのベースには、まあ、大体ついてるかなと思うんですが、いわゆるジャズベースタイプ、プレシジョンベースタイプなどには、まあ、必ずくっついています。でこのプレートです。当たり前のようにさりげなくくっついているので、これを変えることで音が変わるというのはなかなか不思議な感じがするんですが、これがですね、かなり、はっきりと音の違いというのが出てまいりますので、それをちょっと聞いていただきながら、解説を交えていこうと思います。はい、で比較するのはこの2種類です。こちらがまずですね、私の手元にありましたフェンダージャパンのジャズベースにもともとくっついていたプレートです。それからこちらがフリーダムカスタムギターリサーチというメーカーさんのですね、トーンシフトプレートという名前で発売をされているプレートです。まずですね、この2枚の違いをざっくりと説明しておきますと、厚みが違います。こちら普通のプレートは2ミリです。こちらは3ミリですね。で材質がこちらはスチール鉄ですね。こちらはブラス、ブラスというのは真鍮です。鉄の2ミリのプレートと真鍮で3ミリのプレート、まあ、やっぱり重さがそれぞれ違うわけなので、それで音の違いというのが出てくるかと思うんですが、で今回2種類の比較なので、せっかくと思いましてですね、結構長めにサウンドサンプル作ってみました。指で弾いたり、ピックで弾いたり、スラップで弾いたり、それから最後にですね、ドラムと一緒に合わせた音源なんていうのも作ってみたので、ぜひとも最後まで聞いてみてください。スマホのスピーカーなどでもですね、それなりに音の違いというのは分かるかなと思うんですが、やはりイヤホンとかヘッドホンなどで聞いていただいた方がはっきりと違いが分かって面白いかなと思いますので、ぜひともイヤホンやヘッドホンなどで聞いてみてください。それではどうぞ。
かがでしたでしょうか。なかなかはっきりとですね、音の違いというのがあったかと思うんですけれども、ちょっと解説をしていきます。ブリッジもそうだったんですけれども、やはりそれぞれの違いというのが、重さにありまして、で重さによって、ボディの振動が変わってくるので音が変わるということになろうかと思います。ベースはですね、弦の振動を音に変えているわけなので、その振動の仕方が変われば音が変わるという理屈ですね。で重さについてはですね、実際に測ってみた重さです。ノーマルのプレートは 51g、それからトーンシフトプレートの方は 77g、だいたいこちらの方が 1.5 倍重い感じですね。で、まあ、厚みも違って重さも違うので、やはりそれでボディの振動の仕方が変わって音も変わってくるということですね。はい。で、音の違いとしましては、この重いですね、トーンシフトプレートの方が、やはり低音がこう、ぐっと出てきて、全体的にですね、コンプレッション感、コンプレッサーをちょっとかけたように音がギュッと凝縮して、こう、レンジが狭まったような、イメージがあります。そのコンプ感のおかげで若干ですね、音量が下がったような、聞こえ方にもなってると思います。最初ですね、私も録音した時に、ちょっとその弾き方の強さが違ったのかなと思うぐらいですね、音量の違いというのが出てきてまして、まあ人間なんで多少の誤差はあるとは思うんですけれども、大体同じような強さで弾いているつもりです。それでもこれだけの音量差が出てるというのは結構面白いところだなと思います。でレンジが狭まって音量もこう下がったような感じがあるので、この重いプレートを使う方が音抜けが悪くなるのかなと思いきやですね、ドラムと一緒に合わせたものを聞いていただくとちょっと分かりやすいと思うんですが、他の音と混ざった時にその、ベースとしての立ち位置がこうはっきりと分かると言いますか、音量は下がっているんですけれども存在感が増しているというようなイメージですかね。ぐっとレンジが狭まったことによってこう音としての音像がはっきりと見えてくるみたいな感じですね。この軽いプレートの方が、音の感触で言うとこうカラッと抜けるような感じはあるんですけれども、他の音に混ざった時にはおそらくこちらのプレートの方が存在感が出るような感じかなと思います。でまあ、ブリッジでもそうだったんですけれども、どちらがいい悪いという話ではなくて、自分が欲しい音が、どういうものかによっての使い分けというような形になるかなと思うんですけれども、私もともとこのプレートを買ったのがですね、おそらくもう十数年前になるんですが、その時新しく買ったプレシジョンベースがですね、ちょっと低音感が物足りないというか、ボディがすごく軽くてですね、鳴りはいいんですけれども、ローがあまりこう出てこないようなイメージがあったので、ちょっとまあいろいろ調べてみたところ、このプレートを使うと低音がより出ますよという触れ込みだったので、それで使っていたんですが、どれぐらい音が変わったかというところまで実はあまり気を回してなくてですね、まあ、こういうのあるあるなんですけれども、パーツを変えたことでこう満足してしまって今良くなってるんじゃないかという思い込みみたいな感じで使っていてですね、もう十数年を経て私の選択が間違っていなかったということがここで実証できたわけなんです。やっぱりボディが軽いベースというのは鳴りが良くなる分低音がちょっと出づらいような印象があるので、そういうものに使うとすごくいいんじゃないかなと思います。逆にボディが重くてですね、ローがどっしりと出ているようなベースに使ってもあまり効果がひょっとしたらないかもしれません。でちなみにこのトーンシフトプレートなんですが、これは 3mm の、タイプなんですけれども 2mm というのもあります。で 2mm のものというのは主にギター用みたいな感じで紹介されることが多いかなと思うんですが、まあ、3mm と 2mm でもですね、結構音の違いというのはやっぱり出てくると思うの でそれぞれを比べてみるのもなかなか面白いんではないかと思います。楽器によってやっぱりどっちが合う合わないとかですね、まあ、自分の欲しい音によって 3mm がいい 2mm がいいみたいなのも出てくるかと思うので、もし興味があったらそちらも試してみてください。ちなみに私は現在このプレートはですね、プレペから外しまして、このフリーダムカスタムギターリサーチの、ジャズベースにつけております。これもですね、ま、本当になんとなくフリーダムのベースだからフリーダムのプレートつけたらいいんじゃないかなと思ってつけていたんですが、このベースというのがですね、こう、ハイがバキッと出て、こう、なかなか暴れん坊なサウンドというイメージでして、このプレートをつけることによって、こう、音のレンジ感がグッと締まってですね、ちょっとこう、おとなしくなりつつ、全体にこう、音が締まっていい感じになってるのかなというのが、こう、完全に結果往来なんですけれども、やはりですね、自分の選択は間違っていなかったというのがここで証明されたわけでございます。はい、というわけでジョイントプレートの弾き比べでした。こういったですね、ハードウェアの世界なんていうのが非常に地味なんですけれども、こうエフェクターとかで音をいじるよりですね、もう根本的に楽器そのものの音を変えるということになるので、その楽器そのものに対する愛着とか理解が深まったりなんていう効能もありますので、ぜひとも皆さんも興味がありましたらチャレンジしてみてください。私もここまで手元にあるパーツでやってきているんですが、また改めてですね、いろいろ調べて試してみたいものが出てきたら、こんな感じで動画にしつつ検証してみたいと思いますので、もしですねこのパーツちょっと試してみてほしいなんていうリクエストなどありましたらですね、コメント欄にお寄せいただけると嬉しいです。できる範囲でやってみようと思います。それからですね、今回の動画の感想なんかももちろんコメント欄でお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、というわけで、私の YouTube チャンネルではこんな感じでベースのお役立ち情報を発信しております。初心者から中級者に向けたベースレッスンや、今回のような機材のレビュー、それからちょっとした弾いてみたなど幅広くやっております。ちょくちょくと定期的にやってますので、ぜひともチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。またですね、SNS、Twitter や Instagram、ブログなどでもベース情報の発信をしております。すべてリンクを概要欄に貼り付けておきますので、ぜひともチェックしてみてください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。